エドワルト・シュトヤーマンは、ユダヤ系ポーランド人のピアニスト、作曲家。あとアメリカ合衆国に帰化し、エドワードとして知られるようになった。1949年に、ピアニストのクララ・シルバースと結婚した。オーストリア・ハンガリー帝国領がアリツヤ地方のサンボルに、生まれ、ピアノを、ルブフにて、ビレーム・クルツに、ベルリンにて、フェルッョブ・ゾーニに支持。 作曲は、エンゲルベルト・フンパーディンクとアーノルト・シェーンベルクに、指示した。シェーンベルクの、ガツに疲れた、ピエロや、ピアノ競奏曲の初演で、ピアノパートを担当しており、また、ウィーン音楽院で教え、ウィンシ的演奏協会においても、ピアニストとしてシェーンベルクとの関係を続けた。シェーンベルクの、日吉夜をピアノ三重奏用に編曲してもいる。 ダルムシュタット夏季現代音楽講習会において教弁を取り、1952年には国際現代音楽協会よりシェーンベルクメダルを受賞された。1938年に渡米してからは、1950年代にベートーベンのリサイタルで名を馳せるとともに、1952年から1964年までジリアード音楽学校の教壇に立ち、教師としても巧妙であった。 シュトイアーマンの著名な門弟に、ヤコブ・ギンペルや、アルフレード・ブレンデル、ラッセル・シャーマンらがいる。1964年、ニューヨークで死去。1989年に、ネブラスカ大学出版局から、クララミ・ボージンや、ガンサー・シュラーラの共同編集により、シュトイアーマンの、著作集、ザノット・クワイト、イノセント・バイ・スタンダー、ライティングス・オブ・エドワード・スタイアーマンが出版された。 エドワードクララ・スタイヤーマンコレクションミュージックディビジョンライブラリーオブ・コングレスハットフロム・アブストラクト・オブエドワードクララ・スタイヤーマンコレクションミュージックディビジョンライブラリーオブ・コングレスハットフロム・アブストラクト・オブ <Alberto trif>. <cuales> <so> エドワードクララ・スタイヤーマンコレクションミュージックディビジョンライブラリーオブ・コングレスハットフロム・アブストラクト・オブエドワードクラ・スタイヤーマンコレクションミュージックディビジョン ライブラリーオブコングレス。ありがとうございます。